どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。で、今回の動画は新スキル一番星、こちらまとめ要点解説していきたいと思います。で、まず早速いきたいんですけども、新シナリオで取れる金スキル一番星、こちらね、新登場で皆さんも気になっているところだと思います。で、読んでいきますと、レース後半に呼吸を整え前へ踏み込む、そして育成で重ねた勝利の数だけ効果が高まるというね、スキルになっております。で、まずこちらのスキルの条件を見ていくと、このようになっております。条件がレース後半のランダムでございます。で、ここがこのレース後半という部分です。で、あとはこのね、前へ踏み込むというところなんですけども、このスキルはまず、ハイブリッドスキルとなっております。速度が2500、加速が3000分ついている。そしてあとは呼吸を整えというね、この文言から、回復の効果もあります。体力が 3.5% 分の回復効果があります。で、効果時間に関しては 1.2 秒というふうになっています。まあ、これはね、改めてのおさらいですが、こんな感じで、まあ、クリスマスおぐりの、スキルとかとも似ていたりはするという感じです。で、次にですね、まあ、白スキルの解説も改めておさらいですがやっていきます。で、白スキルになるとこのような効果になっていて、まあ、速度部分が500で、加速部分が1000で、回復部分が 0.5% になります。秒数は変わらないですが、ちょっとね、白スキルにすると、まずはね、コスパちょっと悪いんじゃないかなと個人的に思います。速度部分がね、かなり大幅に下がってしまうというのと、まあ、加速1000はね、いいんですけども、回復部分もね、かなり下がってしまいます。はい、で、今回の動画で、皆さん一番気になっているこの一番星、育成で重ねた勝利の数だけ効果が高まるというところ、これ、どんな感じなんですかっていうのが、気になるところだと思います。はい、で、これなんですけども、このようになっております。この育成で重ねた勝利の数っていうのが、25勝以上で、このね、効果が高まる部分、効果が 1.2 倍になってきます。で、他の勝利数でいうとこんな感じで、18勝から24勝の場合は効果が 1.1 倍で、14から17の場合は効果1倍で、6から14だと効果が 0.9 倍で、5勝までだと 0.8 倍というふうになってきます。で、まあ、ここでですね、一応この情報を私も知る前に、こちらの動画で解説しておりました新シナリオ育成のコツ25選というね、動画上げてまして、まあ、こちらまだね、見てない方はぜひとも見てほしいです。はい、で、この動画で言ってたんですけども、この動画で、まあ、一応4項目目として25個のうち4項目目なんですけども、ここで、まあ、おすすめレース数が、まあ、25から35ですよみたいな感じで言ってました。で、大体ですね、今回新シナリオを皆さんも、やっていくと、まあ、30何戦とかね、するっていうことも多いんじゃないでしょうか。なんで、まあ、今回のこの一番星に関しては、かなりね、そのレースに出ていくっていう風にやってる人が多いと思うので、その点ではこの25勝は満たせているんじゃないかなと思います。はい、で、次に一番星、じゃあ強いのかどうかというのを少し話させてください。で、まずこの一番星なんですけども、終盤の直前で出ると強いです。終盤というのは加速していきたいところのね、レースのラインがついてるところなんですけども、そこからウマ娘たちは加速していきます。で、その直前で出ると一番強い動きができまして、そこで出る場合は接続になります。で、その場合は、いつもね、こういう図で書いているんですけども、今回ハイブリッドスキルの接続になっていくので、このね、終盤のラインここから加速をしていくのが普通なんですけども、まあ、ここら辺はね、もう皆さん分かってきたかもしれませんが、速度の部分もあるんで、速度部分がまずね、接続します。で、今回加速部分もこうあるので、加速部分も接続した場合は、このね、上がる角度もこう上がるんで、こういうふうにね、最高速までの到達が、速くなります。で、このグラフは VT グラフというので、この面積の分だけ、進んでいけるので、そういうところでね、この中盤というラインのちょっと前に出ると、かなり強い動きができます。
はい、でそれが接続っていうことなんですけども、ただまあ実際使ってみるとね、終盤より後とか、まあ結構ゴール前とかね、そういうとこでも出ます。まあ、それがこの後半ランダムというスキルで、まあこのここでね出ればねマジで強くて、例えば、加速部分だけで考えても、加速が3000効果、秒数 1.2 基準なので、これ迫る影ぐらい強いです。ちなみに迫る影っていうのは加速4000の 0.9 秒なので、まあ大体で言うとアバウトに、めちゃくちゃアバウトに言うとこれ迫る影ぐらいあります、加速部分だけでも。で、ちょっと早く出たら速度もあって接続できてさらに強いですし、まあ一応、例えば最終直線とかの早めに出た場合は速度部分活かせるとかね、いろいろメリットがあって、強いんですけども、まあちょっとね終盤以降発動しちゃって、ちょっと遅えよってなる時もあります。はい、でこれでちょっと思い出してほしいのがこちらのスキルです。この爆打ちというスキル、皆さん覚えていますでしょうか。こちら安心沢さんからもらえる金スキルなんですけども、ちょっと今だとね存在も忘れ去られたかもしれませんが、このスキルかなり似ております。レース後半とかも同じですし、ちょっとねその回復面とかも含めて、いろいろあります。で改めてちょっと爆打ちのおさらいなんですけども、条件後半ランダムで同じです。で速度がすごく、上がります。なんで4500で効果時間 1.8 秒となっています。でおさらいですが、このねすごく疲れてしまうことがあるということで、疲れ部分なんですけども 60% の確率で、体力消費はなしとなります。で 30% の確率で体力消費するんですが、その消費量はマイナス 2% で 10% の確率での、起きることで、あるのが体力マイナス 4% となっております。でこれちょっとね、まあこれロマンみたいなところなんですけども、これ爆打ち打ちと、このね一番星合わせたらこれね、打ち消してくれるんじゃないかなっていうのがあります。これちょっとまあ面白い使い方みたいな感じで、別におすすめするわけではないんですが、これ両方積んだ場合、爆打ち打ちは体力がだいたいまあ約 3% 減るとします。で、こっちは 3.5% 回復するんで、あじゃあ両方積めば打ち消せるし、もしね減っちゃった時もね。で、レース後半っていうね同じ発動位置なんで、あこれなんか逆のスキルじゃんみたいな、ね、体力面はそんな感じにもなっております。なんでここで言いたかったことは、バック中打ちもね実際出た当初ねどんな感じだろうって使ってみたところ、結構ねゴール前に出ちゃうとかねあったというのもあるので、さっきのね、終盤経ってからねこのね終盤以降の発動っていうのを言っております。はい、でじゃああとはねもう一個解説ポイントがありまして、回復 3.5% する部分もあるじゃんっていうね、お得じゃんみたいになるかもしれません。でこれが予備の回復してどうなのかっていうのを考えていくと、まずこれレース後半以降なので、後半のランダムなんで、レースの 50% 進んだところから発動する可能性があります。で 50% から、終盤っていうのはその 66% とか 67% の位置なので、この位置で出たら中盤回復となります。今までで言うとその有効回復というところです。で、その後ね終盤以降は 67% から 100% ゴールまでの位置の中で出たら終盤より後になります。なんでこれで言うと単純計算すると、まあ、33% ここの 17% が、50の分母で割ると、17÷50 で 33% 有効回復になるっていうのが単純計算でございます。なんでちょっとこの時点でも、一応回復としての信頼性っていうところではこれに頼ったね、スタミナにすると、少しね出るのが遅いとかなる可能性があるので、そこは注意してください。であと補足としましては、ウマ娘の、ずらずらっとね長かったお知らせの中にこれあります。終盤に持久力が回復した場合、その時点の持久力に応じて全力を出せるように調整というのがありまして、まあ、これがあるので、一応例えば 69% の時点で出たとしても、まあ、ほぼほぼベストのスパートというか有効回復になることができます。なんでこれも含めると、まあ、少しだけ遅く出た場合でも一応有効っていうふうには含める場合もありますが、まあ、基本的にねラストスパート最速でしたいので、終盤より前をね有効回復と私は言っております。はい、であとはこの持久力、その時点での持久力に応じて全力っていうところなんですが、まあ、これ一応厳密にどうなってるかっていうのは、その終盤以降に回復した時に、スパートが再計算されます。まあ、これちょっとね細かいところなんですけども、そういう処理になっているということです。
まあ、この点に関しては一応今までの認識で、そのね終盤より後に回復した時もそこからスパートしていくっていう認識で間違ってはないです。はい、であとはねこれ 3.5% 回復するというところで言いたいことがあるんですけども、こちらご覧ください。こちら他の動画でも解説しているところなんですけども、今回ですね馬娘の固有スキルにも強化が入りまして、この2人の固有を継承した場合、これを白スキルで取った場合ですね、これも回復 3.5% でございます。でこれの場合ね、例えば今回長距離でいうとゲインヒールスペリア、こちらかなり強いです。 3.5% その白でね固有を継承したとしても 3.5% も回復します。で発動も結構良かったりするので、追い込みにこれを積むのめちゃくちゃコスパいいかなとまずは思っております。でこのね固有スキルの解説についてはこちらの動画でやっていますので、まだチェックしてない方はぜひともチェックしてみてください。全調整入った固有スキルを全解説しております。でそれで言うと、このゲインヒールを取って例えば 3.5% 回復、まあピュリティオブハートの継承でもいいですけど 3.5% 回復していくっていうところで比べていくと、やっぱりねこっちは 33% でしか有効にならないのに、もう一個は白スキルのスキルポイントで 3.5% 回復していくので、まあ、回復っていうところではやっぱりね一番星は劣るかもしれないなというふうに考えているということです。はい、であとは予備の回復っていうところで言うと、クリスマス送りの保険回復として積むっていうのはまあいいかなとは思ってます。でこれどういうことかというと、まあ、中盤の3つ、ランダムを含めてクリスマス送りに積みます。そうするとまあ接続とかも狙ったりするとかね、いろいろある、青春隊とかのねランダム隊回復で、中盤のね接続狙っていくっていうのもあります。でそのうち1つを落としちゃった時とかのために、今までだと一応ね、37とかね振り絞りとか、まあ、コースによるんですけども、そういうので予備にしてました。でそこの予備の部分として一番星を積めば、まあそういうところでは、後半でね、ちょっと遅く、中盤より少しだけ遅く出た時に出てもその予備の部分として、回復のトリガーとして、機能するのでいいかもしれません。まあ、一応1個復活して保険のトリガーの保険です。あの回復量の保険ではないです。一応これね、まあ、今回終盤以降でもいいんですけど、まあ、一応は足りるようになるんですけども、まあ、トリガーとしてね積むのがいいかもしれないなというふうに思ってます。はい、ということで、まとめていきたいと思います。まず、重ねた勝利っていうねそういうとこは25勝で 1.2 倍です。で終盤前のドンピシャで出たら強いです。ここの部分がやっぱりバクチュージュに似てるかなと思ってます。出た時の効果はまあその迫る影とかそれよりもっと強いかなぐらいです。でただ実際使ってみると結構ね遅めの発動もあるので注意してください。で回復としては、まあ、有効回復としては信頼性が落ちるので、まあ回復の計算には入れないで、まあ予備みたいな感じかなと思います。一応ね完熟計算だと 33% です。であとはクリスマスオグリに積むっていうのも考えられるっていうのがこのスキルの総評でございます。まあまだねこの一番星に関しては研究もあると思いますし、出たばっかりなんで、まあ今のところのね評価としてこのように受け取ってください。まあ一応効果的には25勝はみんなしていることが多いのでね、強い、強くね使うことはできると思います。はい、ということでね、のっちん TV でした。動画最後までご視聴ありがとうございました。ウマ娘の動画いろいろ上げておりますので、ぜひともね、もう一本動画見てみてください。それでは、今回こちらで失礼します。ご視聴ありがとうございました。またな。バイバイ。